アメリカ・ワシントン州にあるジョンデーダムで使われている医師決定支援システムの例情報システムの古典的4、階層。意思決定支援システムは上から2番目の階層を形成する。意思決定支援システムとはコンピュータを利用した情報システムの一種で、その名の通り企業や組織の意思決定を支援する。組織の経営、運用、計画などに使用され、現象が複雑で、 事前には結果を推定しにくい意思決定を支援する。意思決定支援システムは完全のコンピュータ化されている場合と人間との協調で動作する場合がある。稀にコンピュータが関わらない意思決定プロセスについても意思決定支援システムと呼ぶこともある。DSS にはエキスパートシステムが含まれる。適切に設計された DSS は 対話型ソフトウェアをベースとしたシステムで、生のデータ、文書、個人的知識、ビジネスモデルなどから、有益な情報を集めるのを助け、意思決定者が問題を特定し、意思決定するのを支援する。意思決定支援アプリケーションが収集して提示する、情報には次のようなものも含まれる。包括的定義はないが、DSS の歴史を見てみよう。 意思決定支援という概念は2つの研究から生まれた。一つは1950年代末期から1960年代初期にカーネギー工科大学でなされた組織的意思決定の理論的研究である。もう一つは1960年代にマサチューセッツ工科大学で行われた研究に端を発する対話型コンピュータシステムの技術的成果である。 1970年代中頃には DSS は独自の研究領域を形成するようになり、1980年代には産業への応用が始まった。1980年代中盤以降、シングルユーザーのモデル駆動型 DSS から経営情報システム、グループ意思決定支援システム、組織意思決定支援システムなどが生まれた。 DSS の定義と範囲は徐々に変化してきた。1970年代には DSS は意思決定を支援するコンピュータベースのシステムと説明されていた。1970年代初頭、チリのサイバー新計画で同様の思想に基づく生産管理システムが実現された。 1970年代終盤になると、間違って構造化された問題を解決するべく、意思決定者がデータベースとモデルを利用するのを支援する対話型のコンピュータシステムとされるようになった。1980年代には、経営上及び専門的な活動の有効性を高めるべく、適切で入手可能なテクノロジーを使うシステムを提供するべきだとされた。 1990年代以末には DSS は指的ワークステーションの設計という新たな課題に直面するようになった。1987年テキサスインストゥルメンツはユナイテッド航空のゲートアサインメントディスプレイシステムを開発した。この意思決定支援システムは旅行の際に空港での手続きにかかる時間を大幅に短縮したと言われ、 シカゴのオヘア国際空港とコロラド州デンバーのステープルトン空港でまず導入された。1990年代初期、データウェアハウスやウラップが DSS の役割も果たすようになってきた。2000年頃には新たなウェブベースの解析アプリケーションが生まれた。報告技術の進歩により DSS は経営管理設計の重要なコンポーネントとなってきた。 例えば、教育環境における DSS についての議論は非常に盛んになっている。DSS は、ハイパーテキストにも若干関連している。バーモント大学のプロミシステムや、カーネギーメロンのザグ、KMS システムは、意思決定支援システムであると同時に、ユーザーインターフェース研究においても重要な意味を持つ。さらにハイパーテキストの研究者は、 情報オーバーロードとの関連で語られることが多いが、ダグラス・エンゲルバートなどは、意思決定支援にも注力していた。定義と同様、DSS に関する一般的な分類体系も存在せず、人によって異なった分類をしている。ハッタネ・シュワイラーでは、判断基準としてユーザーとの関係を使い、受動型 DSS、濃度型 DSS、協調型 DSS に分類した。 受動型 DSS は意思決定を支援するものの明確な示唆や回答を与えない。濃度型 DSS は明確な示唆や回答を与える。協調型 DSS ではシステムの提供する示唆を意思決定者が修正することができ、その後に妥当性検証を行う。システムはさらに示唆を強化、完成させ、意思決定者に示す。このようなプロセスを繰り返し統合された。 解決策を生成する。ダニエル・パワーは判断基準として支援のモードを使い通信駆動型 DSS、データ駆動型 DSS、文書駆動型 DSS、知識駆動型 DSS、モデル駆動型 DSS に分類した。パワーはまた企業、DSS とデスクトップ DSS という分類を提案したこともある。企業、 DSS は巨大なデータウェアハウスを使い、企業の多くの管理者が利用する。デスクトップ DSS は、個々の PC 上で動作する小さなシステムである。間伐を監視する意思決定支援システムの設計、DSS アーキテクチャの基本となる構成要素は次の3つである。データベースモデルユーザーインターフェースユーザー自身もこのアーキテクチャの重要な構成要素である。DSS は、 他のシステムと大きく異なるわけではなく、開発においては構造化手法が必要とされる。そのようなフレームワークには人間、テクノロジー、開発技法が含まれる。DSS のテクノロジー階層には以下のものが含まれる。ユーザーが実際に使用するアプリケーション。意思決定者が何らかの特定問題領域で意思決定を行うことを支援する。 特定の DSS アプリケーションを容易に開発できるようにするハードウェアとソフトウェアからなる DSS 生成開発環境。この階層ではケースツールやクリスタル、エイムムズ、アナリティか、アイスンクといったシステムが使われる。より仮想のハードウェア、ソフトウェアを含むツール群。DSS 生成機は専用言語、ライブラリー、リンク用モジュールなどを含む。 このような階層的な開発技法により様々な感覚で変更や再設計が可能となっている。システムを設計しても所望の結果が得られるまで評価と改良を繰り返す必要がある。DSS アプリケーションの区分けにもいくつかの方法がある。ある DSS が必ずしもどれかのカテゴリーに完全に適合するわけではなく複数のアーキテクチャの混合となることもある。 ホルセプルとインストンは DSS を以下の6つのフレームワークに区分けした。テキスト思考、DSS、データベース思考、DSS、表計算思考、DSS、問題解決思考、DSS、規則思考、DSS、混合、DSS である。混合、DSS が最も一般的であり、他の5つの基本構造のいくつかを統合したものを指す。 DSS による支援は相互に関連する3種類、個人支援、グループ支援、組織支援に区分けされる、である。DSS の構成要素は次のように区分けすることも、できる入力から解析すべき要因、数値、特徴ユーザーの知識と技能入力は、ユーザーの人でによる分析を必要とする出力、DSS の意思決定が生成した変換された。 データ意思決定ユーザーが自身の基準に基づき DSS で生成した結果、人工知能や知的エージェント技術に基づいた意思決定支援を行う DSS は知的意思決定支援システムと呼ばれ、IBM が自然言語に対応した質問応答システムワトソンを開発している。木工期にあるデシジョンエンジニアリングでは意思決定そのものを工学的オブジェクトとして扱い、 意思決定の構成要素の明示的表現にデザインや品質保証といった工学的原理を適用する。これまで述べたように理論的には任意の知識領域で意思決定支援システムを構築可能である。一つの例は医学的診断のためのコンピュータ支援診断である。他に銀行での融資決定、プロジェクトの技術的意思決定、コスト競争力評価などがある。 DSS は経営や管理によく使われている。デジタルダッシュボードなどのソフトウェアはより素早く意思決定し、負の傾向を識別し、経営資源のより効率的な配分を可能とする。DSS は組織全体から集めた情報を表やグラフの形式でまとめることができ、戦略的決定を支援する。農業生産でも持続可能な開発の観点で、 DSS が応用されるようになってきている。例えば、アメリカ合衆国国際開発庁が80年代から90年代にかけて資金援助して開発されたザザット4パッケージは、農場や政策レベルでの意思決定を容易にすることで、世界中でいくつかの農業生産システムの素早い評価を可能にした。しかし、農業への DSS 導入には多くの制約が存在する。 また、林業経営は長期的計画が必要とされることから DSS 導入が進んでいる。切り出した丸太の輸送、持続可能性を考慮した伐採スケジュール、生態系の保護など林業経営の様々な観点をサポートする DSS が登場している。特定の例としてカナダ国有鉄道のシステムがある。このシステムは意思決定支援システムを使って 機器をテストするものである。鉄道が直面する問題の多くは、レールが古くなったためか、レールが不完全なために発生する。結果として脱線が発生する。同じ時期に、他の鉄道では脱線の発生率は高くなっていたが、DSS により、カナダ国鉄は脱線の発生率を低減させた。DSS には、様々な応用がある。 組織が必要と考える任意の領域で利用可能である。株式市場での意思決定支援や製品のマーケティングなどにも利用可能である。ありがとうございます。